タンバイ焼きのツボツボは主として食料の貯蔵や水や酒などの飲料の運搬という用途に用いられる器である。焼き物が多いがステンレス構成やプラスチック製もある。一般的に丸い袋状で通常は機体に首の部分を伴う開口部や中口を持ち人間が一人で運搬可能な大きさの器のことをツボと呼ぶ。日本では縄文時代の早い時期に 壺が現れており、亀と共に、主要な器の一つである。似た形状を持つ壺と亀の区別について、東大理学部人類学教室の長谷部屋人は、境部の小道が後継あるいは腹継のに、3以上のものを亀と呼び、2、3未満のものを壺とするという定義をした。つぼまった状態にそのまま開口部を作る、無形壺もある。中国では、広口壺に限って、壺と呼び、 単形壺や無形壺は、釜と呼ぶ。欧米各地では、取っ手がつく壺については、ギリシャのアンフォーラの名称を借りて故障している。また、壺は、食卓上に置いて水、酒などの飲料を、他の容器に取り分けるために用いられる。この場合、片手で持てる細く微壺や取っ手をつけた水差し型の、器が用いられる。ジャグ、ピッチャー、フラゴンと呼ばれるものがこれに相当する。 携帯用の水筒のような用途として用いられたと考えられる機種に、末期の底辺、中国の変古、フラスコなどがある。壺は実用的な道具としてばかりでなく、装飾品とすることを目的として作られる場合も、多く、陶磁器の発達した中国を中心とする東アジアで発達をした。一方、古代ギリシアにおいては、壺、 むしろ絵を描くための素材とみなした壺絵の文化が発達した。また、生命力の象徴として、壺自体が装飾のモチーフとされた。古代オリエントでは、生命力を象徴する生命の木と呼ばれる文様があったが、ヨーロッパに伝播する過程で、生命の泉を表す。壺の中から植物が伸びた図像に変化し、装飾の図柄として好まれた。初期のキリスト教世界では、壺は、 キリストの復活と再生を象徴するアライライバンを暗示し、キリスト教の信徒を象徴する鳥獣が壺の左右から水を飲む文様は、キリストと信徒の関係を示すモチーフとして重要な役割を持った。中世になると生命の象徴や宗教的な意味は失われたが、アラベスクや染色の文様などで花と共にデザインの構成物として好まれ続けた。漢字の字体は、 タブを、後する、ツボ及び、後する、ツボという2種類の表記が用いられる。2000年12月8日の国語審議回答審においては、常用漢字並みに常用される印刷標準自体としての、表外漢字や座代表として、ツボを採用しており、Wikipedia 日本語版においても、表外漢字自体を用いる基準が採用されている、ことから、固有名詞などを除いては、 つぼを用いることが妥当である。ただし、後期時点には、つぼが、政治体として掲げられている。これに従い、角川大事件では、つぼを見出しに用いているほか、朝日新聞では1950年代から2007年1月15日付まで、つぼを用いていた。ありがとうございます。